はい、インド専門のサトルです。今日は経営者をご紹介する曜日ですね。本日ご紹介するのは稲盛和夫さんです。出たという感じで、かなり偉い方というか、大物を今日はご紹介したいと思います。稲盛和夫さんのプロフィールですね。1932年1月21日生まれ。これを録音している時はですね、この方も85歳、まだ元気に活動していらっしゃいます。稲盛さんですね、ご存じない方も中にはいらっしゃるかと思いますが、京セラという会社と、第二電電、今のですね、KDDI の、母体になった会社ですね。その2つの会社を創業した方として有名です。またですね、いろんな会社を再建する、経営が難しくなってしまった会社を立て直すということも、やってこられた方で、有名なところでいきますと、JAL がですね、経営再建していた最中にですね、JAL の再建にも携わった人ということで有名ですね。先週、このコーナーで、孫正義さんをご紹介しました。孫さんといえばソフトバンクですね。そして、この稲盛和夫さんは、KDDI ということですので、電話つながりということで、今日は稲盛さんをご紹介します。はい。稲盛さんはですね、先ほども言いましたが、1932年生まれ、もうだいぶ昔なんですけれども、鹿児島県鹿児島市に、お生まれになりまして、7人兄弟の次男ということだそうですね。で、お父さんは印刷工場を経営していたということで、7人も子供がいればですね、本当に家計は火の車ということで大変ですので、稲盛さんご自身も高校時代はですね、家計を楽にさせたいということで、紙袋を売る仕事ですね、行商をしていたということですね。紙袋を売って歩くっていうことを、していたそうなんですね。で、これで、生活費を稼いでいたということで、いろいろ進路についても悩んだそうなんですが、結果的にですね、鹿児島大学に、入り、有機化学ですね、化学ですね、有機化学を、勉強して、勉強を一生懸命やったと。で、いろいろなですね、遍歴を経てですね、卒業した後ですけれども、1959年、8名の社員とともに、京都セラミック、現在の京セラですね。京セラを設立しました。で、こちらの京セラですけれども、日本 IBM ってありますよね。IBM から、大型コンピューター用の集積回路基板という、コンピューターの部品ですね。それをですね、なんと2500万個の受注をしてですね、当然 IBM に出荷しますので、しっかりとした品質の基準というものをクリアしなきゃいけないんですが、その基準をちゃんとクリアして納品できたという、これがですね、京セラが、ブレイクスルーしたきっかけだというふうに言われています。そして、京セラは今ですね、急成長を遂げたということですね。はい。そして1984年にですね、通信事業の自由化ということがありまして、それまでですね、現在の NTT 東日本とかありますよね。そういったところがですね、独占していたわけですね。そこを法律が変わりまして、民間の事業者でも電話の事業をやることができるようになったというのが、1984年にあったわけですけれども、それをきっかけにですね、京セラで蓄えた資金を元手にして、第二電電ですね、今の KDDI の前身ということになります。その会社を設立しました。またですね、先ほどもちょっとお話ししましたが、2010年2月に、経営再建中の日本航空、JAL ですね、JAL の会長に就任し、リストラを断行してですね、3年かけて JAL を再び上場させるというところまでこぎつけたという、
そういったこと、お仕事もしてきました。まあ、稲森さんのですね、経営手法は、まあ、ご自身でいろいろな経験を積み上げてこう編み出したですね、ものですけれども、アメーバ経営というふうに言われています。全国にですね、稲森さんの塾、清和塾というものがあるんですが、まあ、そういった塾ですとか、あとは、まあ、著書を通じてですね、全国の、経営者の啓蒙活動にも取り組まれていらっしゃいます。で、稲森さんはですね、稲森財団という財団を持っていて、まあ、経営者の支援ですとか、そういったものに、まあ、そういった活動をしている財団ですけれども、総資産はなんと1108億円ということで、これはですね、日本国内の民間人が設立した財団法人としては、5本の指に入る規模というふうに言われております。ですので、まあ、非常に大きな成功を収めた方ということになります。はい。で、稲森さんをですね、まあ、どういう人かなっていうことを理解する上で、私はこの3つのキーワードをですね、あげたいなと、今から言う3つですね、あげたいと思っております。まあ、とにかくこの方はですね、経営者が、成功した経営者が尊敬するっていうぐらいのレベルの方ですので、まあ、本当に普通の人とは違うということで、この3つのキーワードでよく理解できるんじゃないかなと思いますね。1つ目は、熱い男。まあ、熱い男というとですね、なんでしょうね、酒造さんをですね、思い浮かべる方もいるかもしれませんけれどもですね、まあ、ああいう感じの熱さではなくてですね、こう、自分を高めていく熱意みたいなものがすごいんですね。まあ、孫さんと同じ九州男児で、まあ、幼い頃はちょっと貧しい家庭っていうものも経験した方でして、稲森さんのですね、まあ、名言というか公式みたいなものがありまして、人生仕事の結果イコール考え方×熱意×能力。もう一回言いますね。人生仕事の結果イコール考え方×熱意×能力。この公式で決まるんだよっていう言い方をされています。まず最初に考え方が来るんですね。考え方がひまがっていると、やっぱりどれだけ頑張ってもですね、おかしな方向に行ってしまうんで、しっかりとした考え方を持つ。そして2番目に熱意が来るんですよ。こう言ってるところが特徴的なんじゃないかなと思いますね。熱意というエネルギー、熱を加えないとやっぱり物事はこう達成しない。で、最後に能力。やはり能力も大事ですが、これは3番目なんだよっていう、この位置づけのこの順番がですね、稲森さんのまあ、哲学を表しているんじゃないかなというふうに思います。2番目、反骨精神ということで、稲森さんはですね、この KDDI の前身である第二電電を設立するという、まあ、大きなビジネスに入っていたわけですね。もともとは国がやっていたような事業なんだけれども、国に任せておくんじゃなくて、民間人が、しっかりとした経営をやっていけば、世の中のためになると、まあ、そういった信念を持っている方ですね。で、これも結構有名な言葉ですけれども、動機善なりや指針なかりしか、動機善なりや指針なかりしか、まあ、どういう意味かと言いますと、私の動機は悪い動機じゃないだろうか、善なる動機で始めようとしているだろうか、指針なかりしか、指針は私心ですね。自分は利己的な心でビジネスを始めようとしているんじゃないだろうかということをですね、半年間にわたって、ご自分の心に問いかけたそうですね。動機善なりや指針なかりしか。そして、半年経って、よし、やろうということで決断して、第二電電を設立したということだそうです。単にですね、こう国がやることに反抗しようとかいう気持ちだけではなくて、世の中のためになる仕事をしようと、そういう精神も、兼ね備えた方だということが言えると思います。はい、3番目ですね。3番目、左寄りということでブログにも書きましたけれども、まあ、反骨精神とちょっと、まあ、似たような言葉かもしれませんけれども、まあ、JAL のですね、再建に携わった当時は、民主党政権だったんですね。今これを録音している最中は自民党政権ですけれども、まあ、民主党と、まあ、稲森さんは結構仲が良かったということで、
まあ、声がかかったということなんですよね。まあ、ビジネスやる人というのは、やはり国の規制を緩和してほしいとか、そういった気持ちを持つ人が多いので、まあ、そんなに不思議なことではないんですけれどもですね。まあ、左寄りの人ではありますと。でですね、まあ、あまりここは政治のブログではないので、細かいことは、また別の機会に話してもいいかなと思うんですけれども、まあ、2017年の自分が素直に感じることということで言いますとですね、やはり民主党政権の3年間というのは、かなり日本国中が混乱した3年間であったことは、まあ、これは否定できないかなというふうに思います。で、まあ、稲盛さんのですね、まあ、こう民主党と仲がいいっていうことは、まあ、ちょっと稲盛さんのイメージを下げてるかなというふうには個人的には思います。まあ、これが稲盛さんの唯一の欠点、玉に傷というですね、ところかなというふうには個人的に思っております。まあ、以上ですね、稲盛さんのご紹介を今日はしました。あなたもですね、いずれ独立して成功したいというふうに思っていると思いますけれども、稲盛さんはですね、まあ、目標としては、まあ、本当に究極の目標みたいな人かもしれませんね。当然のことながらですね、まあ、KDDI を作っちゃうぐらいですから、誰もがなれるものではありませんけれども、まあ、いろんな本も出ていますし、稲盛さんから学べることっていうのは多いのかなと思いますね。これはビジネスの面だけじゃなくてですね、人として稲盛さんから学べることっていうのは非常に多いと思います。まあ、そういうことでですね、今日は稲盛さんをご紹介いたしました。で、あなたもですね、ビジネスで自分のできるところからコツコツと始めていきたいと思った時にはですね、まあ、稲盛さんから学ぶのもいいんですけれども、コピーライティングを学んでいくというのは非常に実践的で役に立つパワフルな道具になりますので、まあ、稲盛さんのようになりたいなと思った方はですね、ぜひ一度ジュニアコピーライターのリンクを貼ってありますので、ご覧になってみてください。本日は以上になります。どうもありがとうございました。